え皆さん、こんにちは、こんばんは。第12回目は変数のスコープというものを習得してみたいと思います。で、えっ、ー、と、まずは前回の復習ですが、えっ、ー、と、前回はここのまあトライキャッチ文で、えっ、ー、と、ファイルが存在しなかった場合の、えー、まあ挙動がどうなるのかなどを、えっ、ー、と、このコンソール出力を追加することによって、まあ、いろいろ試してみましたが、 えっとまあ、えっ、ー、と、もうちょっと挙動を、えー、正確に理解するために、例えばここに、えー、このメッセージを、えー、追加するとすると、例えばここで、えっ、ー、と、まあ、おまじないですね。おまじない描画時に呼ばれるを表示させてみて、まあ、あとは、えっ、ー、と、ここの最初のとこですね。まあ、起動時に呼ばれるとか、まあ、こういうのを、えー、追加して、えっ、ー、とまあ、プログラムの動きを うみたいなことをしたかと思うのですが、えっと、まあ、えっと、コンパイルして、実行して、どんな感じで表示されるかなということなんですけれども、えっと、まず最初におまじないで、ゲーム起動時に呼ばれると。で、その後描画時に呼ばれる。で、ファイルがあったよ で、また、なんか、描画時に呼ばれるファイルがあったよって表示されてますが、まあ、あの、この、おまじないの、描画時に呼ばれるが <laughs>、2回呼ばれてるのは、ま、とりあえずあまり気にしないでください。えー、っと、ま、ここら辺りで、いろいろなんかサイズを変えたりしてるので、まあ、2回呼ばれたりしてしまっています。で、えー、っと、今回の話題なのですが、えー、っと、まず、えー、っと、2回呼ばれてしまっていること、ここが。ま、あそれはあまり気にしないでください。 いやいや気になるっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあそもそも、えっ、ー、と今ゲーム画面に動きがないので、えっ、ー、と最初に呼ばれた後に、まあ、これは呼ばれませんが、まあ実際のゲームって例えばまあ秒間60コマとかいう感じでアニメーションというかまあ動きがあるわけじゃないですか。えっ、ー、とそういった設定をした場合に、えっ、ー、とこれはえっと1秒間に60回呼ばれます。なのでまあ最初に1回呼ばれようが2回呼ばれようがあまり関係ないんですね。で、 えっと、重要なのは、えー、これが60回呼ばれると、結局これも60回呼ばれると。えっ、ー、と、これを改めて見てみると、まあ、この描画時に呼ばれるが2回呼ばれているのは、まあ、今後、秒間、1秒間に60回とか呼ばれるようになるので気にしないでいただきたいんですが、まあ、問題はこれですね。ファイルがあったよって言ってますが、あったよっていうのは、まあ、ここでファイルを読み込んで、まあったよと言っているわけですが、 じゃあ、あの、秒間60回呼ばれるようになったら、このファイル読み込みを秒1秒間に60回やるのかっていうことになってしまうので、えー、っと、まあ、それは、えー、あんまりよろしくないですよね。えー、っと、まあ、まあ、ぶっちゃけた話、<laughs> まあ、近頃のパソコンであれば秒間60回ぐらいファイル読み込みやっても、あの、重くなったりせず問題なく動くんですが、まあ、でもやっぱり、まあ、ファイル2個だからいいですけれども、 まあ、RPG 作るんだったらなんかファイル100個ぐらい読んだりとかね。まあ、あれなくもないじゃないですか。そうなると、さすがにまあ、最近のパソコンでも、えっ、ー、とまあ、フレームレートにまあ支障が出たりとかするので、まあ、こういった問題は、えっと、早めに片付けておく必要があるかと思います。えー、では、えー、その対処方法ですけれども、まあ、要するに、これは1回だけにしたいわけですよね。ファイルなんか1回読んだらもう、えっ、ー、と、二度と読み込まずに、まあ、なんかどっかメモリ上に、 貯、えー、めてておいて欲しいしわけですよねで、まあ、そういった観点で改めてここのおまじない描画時に呼ばれるの部分ここから始まって、えー、っとここまでですねこの全体を眺めてみると、まあ、秒間60回だったら60回毎回処理をしてほしい部分と、まあ、最初の1回だけでいいじゃんっていう部分がありますよね。えー、っとまずその切り分けをしたいと思います。 えとこれはどうでしょうまあ最初に1回でいいですよね。名前決めるやらないやら。で、当然これも最初に1回でいいと。これ、分割する。分割処理も、えー、1回でいいですよね。なので、えっ、ー、と、毎回を、えー、処理してほしいのはここの部分だけなんですね。なので、ここの部分で、えーとまあ、切れ目があると。こっちとこっちはもう、えっ、ー、と、別扱いにしたいなということで、 えっとそういった傷つをしてみたいと思います、えー、まず、えー、っとここの初回だけ、えー、処理してほしい部分を選択します、まあ、ここまでですかねで、えー、っと切り取ります切り取りますでとりあえず心当たりに、えー、貼り付けておきます で、こっちの部分はこれでいいですよね。えー、描画時に呼ばれるって、まあ、実際の描画処理だけと。で、こっちはこれで完成だと思うんですが、まあ、あとは、これに該当する、えっ、ー、と、描画時に呼ばれると同様に、えっ、ー、と、初回起動時に、一回だけ呼ばれるみたいなのが、 そういうおまじないがあればいいですよね。っていうのがまあ想像つくかと思うんですが、まあ実際そういうものが、そういうおまじないがあります。えー、っと、それが Create という、まあこれはライブラリの機能なんですが、まあこれはどんなライブラリにもあるかと思いますし、まあライブラリを使わない場合も、まあこれに似たような名称の、えー、まあ処理が必ずあるかと思います。で、えー これが、ここで閉じると。こっからここが、えっ、ー、と、新しく、まあ、作成されたっていうか、まあ、切り抜いて移動しただけですけれども、初回に一回だけ呼ばれたい処理。で、こっから先が既存の描画時に呼ばれる処理。っていう風に、えー、分かれましたね。えー、では、これでコンパイルして実行してみたいと思います。 で、コンパイルをするとどうなるかというと、えっ、ー、と、まあ、残念ながらなんかエラーがいっぱい出てしまいます。えー、では、このエラーを見ていきたいのですが、まあ、何を言ってるのかなーって、まあ、見ていくと、まあ、全部シンボルを見つけられませんって言ってますよね。えっ、ー、と、まあ、エラー13個ですけれども、全部シンボルを見つけられませんと言っています。 で、シンボルって何なのっていうことなんですが、まあ、この矢印がエネミーアンダーバーネームって書いてますね。で、えー、行番号は40。41、42、42、43、44ってことで、まあ、40行目から先で、まぁいろいろなんか指摘を受けてますね。で、40行目って何だったかなって、こっちのソースを見てみると、40行目ここです。えっ、ー、と、この既存の えっと、まあ、修正しなかった部分ですよね。移動しなかった部分。残していた部分でなぜかエラーが出てしまっています。えっ、ー、と、このまあ、新しく作った部分。まあ、新しく作ったんだから何かしら問題あるとかね。まあ、そういうのはなんとなく想像つくかもしれませんが、えっ、ー、と、こちらは OK で、このいじらなかった部分でなぜかエラーが出てしまっていますが、えっ、ー、と、もう一回改めてエラーメッセージを見てみると、 えっと、シンボルを見つけられません。で、エネミーアンダーバーネームですね。まあ、これが見つけられないと言っています。これ、こういった名前の変数がないにもかかわらず使おうとしてるからダメですよと言っています。で、まあ、こういう変数ないのっていうことなんですが、ありますよね。ここに。でも、まあ、最初はここになかったんですよね。最初はここではなく、えっと、 これを切りと、試しに切り取りますそ。ちょっと暫定的に。で、こっちに戻します。最初はこうだったわけですよね。で、試しにこれでコンパイルするとどうなるかというと、えー、っと、わかりやすく画面を消してからコンパイルしますが、今度は、えー、っと、エラー12、二3 22、23とか言ってますね。えー、っと、まあ、ちょっと41も出てますが、 えっと、こちら側でエラーが出るようになりましたよね。つまり、この変数の宣言っていうのを、この WMPaint の方に記述すれば、こっちはいいけども、まあ、こっちがダメと。で、逆に、こっちじゃなくて、こっちに移してしまうと、まあ、こっちはいいけれども、あのー、既存の方の WMPaint の方がダメというので、まあ、どっちかしか、えっと、使えないような感じですね。 えっと、これが、えっと、変数のスコープという機能の仕組みになります。では、変数のスコープの解説をしたいんですが、えっと、まあ、あまりこの中括弧の意味の説明はしてきませんでしたけれども、実はこれ、重要な意味を持ちます。で、ここにタブを1個書いたりしましたけれども、えっと、実はそれも、えっと、重要です。 まあ、あの実際タブの数がずれてても、まあ、問題ないんですが、えー、とタブで、えー、とこのスコープがどこからどこまでであるかというのを分かりやすく、えー、記述しています、えー、とここで始まってますよね中括弧の始まりがで中括弧の終わりがどこかなってこう見渡していくと、まあ、ここにもありますけれどもこれはここであのセットじゃないですかでこれもここでセットなので えっと、終わりはここなんですよね。えっ、ー、と、6行目から始まって32行目。で、この中括弧の中で宣言した場合、この宣言した変数が使える範囲は、えっ、ー、と、こ,こからここまでになります。えー、っと、ちょっと、えー、っと、このぐらいで見えるかな。わかりやすくし,したいので、 このぐらいに、えー、ちょっと文字を小さくしてしまいますが、えー、っと、ここで変数の宣言をしたら、変数、この変数を利用できるのは、まあ、ここからここまでですということになります。えー、っと、それが変数のスコープと言われるものになります。えー、っと、うーんと、ここの範囲ですね。ここの範囲まで使用できます。 こっちはダメとじゃあこのソース全体でえと使いたい場合どうすればいいのかなっていうことなんですけれどもえと使える範囲はこの括弧にえー応じてあの決まるというルールになっていますだったらその括弧の範囲を広げればいいんじゃないのっていうことなんですけれどもこの括弧は これと、このおじないと連動しているので、ちょっとし修正することはできません。じゃあ、もうお手上げなのっていうことなんですが、ソースの先頭を見てみると、ここにも中括弧ありますよね。で、この中括弧の終わりはどこなのかなっていうことなんですが、えっ、ー、と、ここですよね。まあ、最後まで。つまり、この中括弧のくく、えー、りの中で、この変数の宣言をすればいい。ということで、これを切り取って、 こここで貼り付けますこんな感じで。でまあ,あのこのタブはこのままでも動くんですけれども一応この揃えた方が分かりやすいということで変数の宣言をここに移せばこの変数が使用できる範囲はえっ、ー、となんかこれだとちょっともう見えないかもしれませんが変数はここからここまで、えー、と全てで使用することができます。 というのが、えーと、変数のスコープという、えー、仕組みになります。まあちょっと変数に限らないんですけどもね、まあ、スコープという話になります。あれ元サイズこうでしたっけというわけで、えー、とこの状態で保存して、えー、コンパイルをしてみます。そうすると、えー、とエラー2個、えー、と40行目と42行目、えーと えー、なんだ、これか。えっと、ま、だいぶ減りましたけれども、エネミーアンダーバー TUIC とプレイヤーアンダーバー TUIC がダメと言ってますね。他は OK みたいですね。なんでこの2つだけダメなのかなということなんですが、ま、例えばこれ、これどこで宣言していたかなっていう、見てみると、ここで宣言してますよね。なのでダメと。他のものはここで宣言してるので OK ということで、 この2つに関しても、まあ、これらと同様にこの変数の宣言の部分に移動してあげればよさそうですね。で、えーとまあ、移動はさっきやったのでもう一回同じことをやろうかなっていう感じなんですが、えーとこ,れまあ、このコメントよく見ると画像を分割しキャラチップを生成って書いてますが画像を分割しの画像って何のこと っていうとここで画像ファイル読み込みってありますけれどもここで読み込んだ画像をここで分割してますよねなのであくまでもこの分割処理はこの読み込んだ後に行いたいわけですよこれ,これに続けてですのでやっぱりこの場所からは映、えー、せないということでえっ、ー、とまあ困ったなって話なんですがえっ、ー、とこの記述よく見てみると えっと、これ、二つの処理をえ同時に行っている処理になります。どういうことかというと、ここの前半の部分、ここで変数の宣言をしています。で、ここで、えっと、分割処理をして、その分割結果を代入しています。なので、この変数の宣言と、変数の宣言、ここまでと、えっと、その分割代入、分割したものを代入。 っていうのを、えー、バラバラにすればいいということで、まずは、えっ、ー、と、バラします。どういうことかというと、こんな感じにします。こうして、で、NA2DU 配信。こっちも同様に、えっ、ー、と、これをコピペします。で、こんな感じ。これで、 えっと、このコメントはこっちですかね。で、これは、分割、うーんと、これはあくまでも変数の宣言で、で、分割画像、用、って感じですかね、の変数という感じで分けます。で、分けて、これを、 切り取って、えー、こっちに貼り付けます。こんな感じですね。これでえー、っとコンパイルします。えー、っとやっとコンパイルが通ってで動かします。そうすると、えー、どんな文字が表示されているかなって見てみるとえー、っとおまじない。 ゲームあ、初回起動時に1回だけ呼ばれる。で、ファイルがあったよと。で、その後に秒画秒画ということで、ファイルの読み込みが、えっ、ー、と、やっと1回だけになりました。というお話でした。えっ、ー、と、まあ、ちょっとわかりづらい部分もあったかもしれませんが、まあ、今後変数のスコープの話は出てくるので、まあその都度、えっ、ー、と、復習していきたいと思います。えー、では、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。